はい、エルの笹川です。こんにちは。ギターネタでお送りします。いよいよスキャルプと加工に取り掛かります。これスクワイアなんですよ。アンフィニットだっけな、いや安いやつです。サウンドハウスさんで2万台で買ったやつなんで、時々ミント色というかエメラルド色で登場するギターがこれなんですね。でずっとね、買ってから何の調整もしてなかったんですよ。私本当にズボラでね、なかなか腰が重いもんで、買ったはいいけど弦さえ張り替えてなかったというね。でようやくちょっと調整しようかということでね、弦を外すんだからせっかくだからスキャルプトにしようみたいなことでね、やっています。スキャルプトっていうのは私の場合は軽めのスキャルプトです。イングベイの場合はかなり深く掘っちゃうんですけども、私はリッチタイプの方で割と浅めですね。で、どっちかってローポジションの方はやや深めにえぐったんですけども、ハイポジションにいくとそうでもなくて、この超ハイポジションになって何もやってない。リッチの場合はその辺あんまり使わないもんですからね。そんな風なことで連休ちょっと時間取れそうだからやってみようかなと思ってます。それとね、分かりましたよ。随分なんか同じスクワイヤーなんだけど個体差があるなと思った。音の出方がね、赤いやつは割と低出力なのに、こっちの方やったらパワフルで、どうしてかなと、同じようなピックアップだと思うんだけどなと思ったら全然調整しなかったもんで、このピックアップの高さなんですけどね、かなり出荷時には上目になってるんですね。かなり弦に寄せてあって、だから同じピックアップなんだけどもかなり高出力が出たのかなって感じなんですけども、なんかちょっとね音が割れ気味なんですよ。で下げます。やっぱ下げないとサスティンが伸びないし音が割れちゃう感じでね、それもなんかハードルっぽくていいかなと思ったんだけど、やっぱ赤い方のやつの方がいい音するもんで、で多分そんなに違わないはずです。同じメーカーのやつだから高さを調整すればいいんじゃないかなと思ってます。ただあとはね、裏側はジェフベックみたいに切り取って弦の交換がしやすいようにしてます。で3本までですね。バネがねどうなのかな、ちょっと最近のスクワイヤーはバネが硬いみたいでね、フローティングしてアーム使った時にね、最初なんか違和感あったんですけども、やっとかな、使って込んでるうちにバネも少し柔らかくなってきたみたいで、よっぽどいいかなって感じはしているんですけど、この際なんで、あちこち調整しながら自分好みに赤いやつみたいにしようと思ってるところです。やっぱりギターってのはあれですね、自分で手入れないとなかなか思った通りの音が出ないかなみたいな感じがしています。スキャロプトですね。何代目だろうな、4代目かなこれで落選の時もせっせと削ってましたね、本当に。それ、そのスキャロプトのやり方なんですけども、いろいろとやり方あるんですよ。本当はプロに頼むといいんでしょうけども、私はもう全部手作りでして、ネックは外さないです。デタッチャブルなんで外してもいいんでしょうけども、また付け替える時の微妙なところで狂ってくるのは嫌なもんですんで、ネックは付けたままにして、それでマスキングテープをフレットのとこに貼ってフレット傷めないようにして、で鉛筆でだいたいこんな感じっていう風にこう削るのを書き込んでおいて、それから彫刻刀ですね、丸いやつ先がこんなやつと、それから丸ヤスリ、あとはですね紙ヤスリですね、粗いのから細かいのまで、これをひたすらこの絵のところに巻いて、ゴシゴシやって、荒削りはこの金物ので削って、やるっていう方法です。本当にリッチみたいにやろうとするとね、あれ結構かかるんで、本職の人でも何日もかかってやるんじゃなかったかな。確かリッチにプレゼンに
ットに行った日本 の, あのエンジニアの人がいて、そのもっと指に豆ができるぐらいなんかヤスリ削ったとかって話を、随分昔あのプレイヤーかなんかで読んだような気がしますけれどもね、で私の場合そこまで時間かけられないんで、あの本当はなんかヤスリで全部削るみたいなんだけど、彫刻刀でとりあえず荒削りしといて、それでヤスリでこう形整えていくみたいな感じで、やっています。インクベタイプと比べると深く掘らなくてもいいもんですから、あのリッチタイプのだったらばできんじゃないかなと思ってます。うまくいったらまたご紹介したいと思います。あ、それで本当あのもしね皆さんの中でもやってみてる方いらっしゃったら、あの怪我だけしないように十分注意してください。あのこう削るときはね、手をその刃物よりも前に置かないで、うっかりいっちゃうと本当大怪我しちゃうんで、あの、手の位置は絶対にその刃物の先に置かないようにして、十分気をつけてあのお入れになってみてください。またうまくいきましたらご報告したいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。